球場によってもスパイクの刃の長さ変えたりしたりもしてたんですか？してます、もう試行錯誤してます。これは合うかな合わないかなとか。はい。そうですね。まあだから名古屋ドームの場合はもう本当こんな短くとか。ほう。で、それよりはちょっと中間で東京ドームとか神宮とか、まあ横浜スタジアムってどちらかというと、うん、名古屋ドームに近いので、3段階ぐらいにちょっと試行錯誤してましたね。まあそれが無理だったら。もう走り方を変えるっていう。走り方を変える。見た目は分かんないと思いますけど。どういうふうに走る、はい、走り方を変えるんですか？多分見た目は分からないと思いますね。意識の問題ですね。まあ、松田って言うんであれば、もう蹴らないですよね。イメージとしては、もう水の、実際無理ですよ。はい。あくまでもイメージの話ですから。うん。こう、水の上をこう、シャ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 ーっとこう、走るようなイメージ。ちょっと状態が高いんですよ。はあ。下に沈まない。うん。沈まない。もう沈んだらもう力が全部下に沈んでいくんで。うん。だから僕シーズンオフ結構砂浜で走ってたんですよね。あれ蹴ったら無理じゃないですか。はい。蹴るんですけど、ここまでこう土に対して深く蹴るのか、ちょっとだけこう深くを、はい、ちょっとだけこう踏んでいくのかも違うので、うん、僕にとってはもう土の球場でどうやって結果を残すかっていうのが結構ポイントだったんですよ。東京ドームとか勝手に足がついてきてくれるんで上がってきてくれるんで、うんうん、もうすぐそれが僕にとっても安心感になったりもしてたんですけど、土になるとどうしてもそういうネガティブというか相性も、そして人工芝と松田とか比べてみると練習してもちょっとなんかこううまくいってないなっていうのがこう不安要素が結構出てくるんですね。それをどうやって消すかっていうのがすごく悩ましかったですね。うん。